トドロキ君は氷と熱で攻撃、牽制ということか。さあ行くぜ、残虐バトルロイヤルカウントダウン。サダメ、選択しろ緑谷。あの人の個性か。あかん、抜け。常闇、すごいや常闇君。選んだのはお前だ。機能性バッチリ、すごいよベイビー、はつめさんでしょ。お、つかおい、あがくれ、ハチマキねえぞ。各所でハチマキ奪い合い。違うって、これは一方的な逆だっちゅう。うわ、それあり。見れたチーム、圧倒的体格差を利用し、まるでスティンチャーだぜ。空中への逃げは撃てない。やはり狙われまくる1位と持つよ仕掛ける A 組の面々。7分経過した現在のランクをスクリーンに表示するぜ。あら、ちょっと待てよ。これ予選段階から極端に数を減らすとは考えにくいと思わない？その順位以下にならないよう予選を走ってさ、人参ぶら下げた馬みたいに仮初めの頂点を狙うよりさ。今度参考に聞かせてよ。こいつら全員殺す。それは発想から察するに、僕を狙うことに必ずしも固執していない。そろそろ取るぞ。庄司フルアタックモード。ずいぶん変われたな緑谷。時間はもう半分。ああ、防げよ。群がる牙をとどろき一瞬。逃げ切れへん。牽制する。それ以上に雷だ。太陽光ならばダークシャドウで破れていた。そう、この中じゃ相当に特殊な選択だぞ。ダークシャドウが及び腰になっている。暴力反対。それ向こうには知られてないよね。おそらくな。知られてないなら牽制にはなる。大丈夫。バクを落ち着け。冷静になんねえとポイント取り返せねえぞ。死ね。僕の方がいいけどさ。同時に2つとかは使えないぞ。このポイントなら確実に4位以内に入る。おえ、固まった。もういいよ、お疲れ。俺が取るのは完膚なきまでの1位だ。常に距離を置いて左側に。むやみな凍結は自分の首を絞める。頼んだぞ。いいだ、しっかり捕まっていろ。プロバースト。なんだ今の。反動でしばらくするとエンストするがな。言っただろ緑谷君、君に挑戦すると。ポイントの散り方を把握できてない。ここしかない。自分だけじゃない。現在トドロキハチマキ4本所持。カッペスだバスト。でっしゃー。大丈夫だ、4位だ。飛ぶときはイエスだ。さっきの俺短期だ、踏ん張りが効かねえ。行け。常にトップを狙う者と。さあさあ時間ももうわずか。痛むけど壊れてない。一番上のさんがいなければ私たちの勝利はなかったですわ。
いつの間に逆転してたんだよ。ご苦労様。1000万を取るのが本意だったろうが、そううまくはいかないな。やめ、緑谷チーム。それじゃあ1時間ほど昼休憩挟んでから午後の部だぜ。納得いかねえ。リーダー君、あんな調子持ってたのずるいよ。ずるとはなんだ。デク君はどこだ。久しぶりだな。お茶しよう、エンデバー。てめえの制約を破っちまうほどによ。お前に同様の何かを感じたってことだ。オールマイトの隠し子かなんかか。なるほど、そうなるのか。お前がナンバーワンヒーローの何かを持ってるなら、なおさら勝たなきゃいけねえ。邪魔と冗談じゃない。便所だ、うせろ。教育がいいのかな。何が言いたい。時代を育てるハウツーっての。あれはいずれ貴様をも超えるヒーローにする。ヒーローとして破竹の勢いで名を馳せたが、自分ではオールマイトを超えられねえ親父は次の策に出た。結婚を強る。親父は母の親族を丸め込み、母の個性を手に入れた。母は俺に煮え湯を浴びせた。オールマイトとのつながり言えねえなら別にいい。俺は右だけでお前の上を行く。僕は誰かに助けられてここにいる。君に比べたら些細な動機かもしれない。僕を助けてくれた人たちに応えるためにも、僕も君に勝つ。最終種目は差しでのトーナメントか。形式は違ったりするけど、例年差しで競ってるよ。息抜きしたい人も温存したい人もいるしね。騎馬戦の記憶、終盤ギリギリまでほぼぼんやりとしかないんだ。おちろくんが組んでたのは確か。俺のプライドの話さ、俺が嫌なんだ。僕も同様の理由から棄権したい。好み？好みで決めた。というわけで鉄鉄と塩崎が繰り上がって16名。僕も勝って、とどろきくんも勝ったらもう普通かの。1回戦よろしく。緑谷、奴に応えるな。この手で倒してやる。リーダーってあなたですか。相手の攻略を練る者、そして緊張を解きほぐそうとする者。ヒーローでなくてもそんな場面ばっかりだ。わかるよな。今の僕の体じゃ成功しても。今の君の体で出せているのは5くらいだね。君の目指すヒーロー像はそんな儚げ顔か。私が見込んだってこと忘れるな。第1回戦、成績の割にはなんだその顔。怪我上等。こちら我らがリカバリーガールが待機してっから。クソの場合は止めるからね。あの猿はプライドがどうとか言ってたけど、なんてことを言うんだ。せっかく忠告したってのに。おいおい、どうした。青空でビクともしねえ。普通科も受けてたのを見ると想定済みだったんだろう。振り向いてそのまま場外まで歩いていけ。え、彼の問いかけに答えたものは洗脳スイッチが入り、真相の洗脳さえ攻略できていれば。緑谷少年、来ちゃダメ。くそちくしょう。テステスチームの牙と俺ぶつかったみたいで、衝撃によって溶けるの可能性が高い。俺の分も頑張ってくれな。おしろくん、こんなあっけなく、こんなこんな個性でも夢見ちゃうんだよ。緑やとどまった。指が、体の自由は効かないはずだ。知らない人たちが浮かんで助けてくれたのか。あるのかそんなこと。なんとか言えよ。恵まれた人間にはわからないだろう。わかるよ。だからこそ、
白号も背負い投げられてたよな。黙れアホ面。生かせる経験で強引に流れを作った感じだな。とりあえず両者の健闘をたたえ。憧れちまったもんは仕方ないだろう。その気持ちはワン・フォー・オールを受け継ぐ前の僕と同じだ。モツ、正直ビビったよ。戦闘経験の差はな。お前すげえぞ。絶対お前らより立派にヒーローやってやる。せめてみっともない負け方はしないでくれ。一番を目指すってそういうことなんですよね。僕、幻覚が見えたんです。ワン・フォー・オールを掴んできたっていう分かりやすい進歩だね。つまりその幻覚が洗脳を解いたのではなく、指先だけでも打ち勝ったってことなんじゃないか。あんたもいたってね。お前にはオールマイトを超えるという義務がある。お前は最高傑作なんだぞ。戦いでてめえの力は使わねえ。お待たせしました。何？勝てる気はしねえんだけど。場外狙いの不意打ち。トロロキ君に回転必見。イラついてた。ヒーローか塩崎イバラ。ヒーローか雷元気。よっしゃー塩崎よくやった。シュさんは入試で良いの実力者。あの無数のツルを避けつつ前を詰めるのは無理だから。ウラナガさんのゼログラビティも。だがしかし彼女のスポーツマンシップに心打たれたのです。俺にアイテムを渡してきたのです。これは心の強さを問われる戦い。素晴らしい加速じゃないですか。いかそうかよ。サポート会社さんのいる席は全方位センサーを装備しているので。何これ、売り込み根性たくましいな。着地してるタイミングで。それでは次のサポートアイテムの説明です。まだあんのか。目的のためなら集団を選ばない人だ。